はい、皆さん、僕はじゃ岐阜のこみちんです。かんちゃんが運転してくれてます。というわけで今日はですね、釣岡の夏祭りをお手伝いしよう、ということで今ね、博多駅を経てレンタカー借りてですね、佐賀の方に向かってるんですけど、佐賀行く前にね、ちょっと寄らなきゃいけないところが一軒ありますので、そこにちょっと寄っていきたいと思います。レッツゴー。びっくり亭本家本店、またやってきました。やっぱ福岡来たらここ食べなきゃでしょ。これ義務やで、ねえ、うん、味の確認しに行こう。はい、というわけでびっくり亭行きまして、腹パンパンやね。パンパンやね、この車の中臭いやろね。そう、あのね、ニンニクそもそもきつめなんだけど、隣のテーブルの人が濃いめっていう頼み方をしてて、僕らやっぱりミーハーなんでね、2人とも乗っかって乗っかっちゃったね。じゃあ僕らも濃いめでって言ったんですけど、個人的にはデフォがおすすめです。そうですね、よかった。ちょっと素人には濃すぎたね、濃すぎたねっていう感じで、ニンニクもりもりでね、来ました。ブレスケアしてから釣岡ハウスに向かいたいと思います。はい、というわけで、釣岡ハウスにやってきました。お疲れ様です。お招きいただきありがとうございます。こちらこそ、馬車馬のごとく明日働きますので。おー、ホルモン男爵。キムさん、この前、うん、コンプラ研修の時にお名前呼びました。あれ、胸尾さんですか。どの話ですか。あれ、胸尾さんですか。胸尾さんのアイコンがふわーってなったんですよ。はい、全部指示出したの、この人。全部指示出したの。あら、めちゃくちゃ真面目な雰囲気あったじゃないですか。はい、めっちゃ真面目な雰囲気やったっけ。はい、なんかにこみちんって言ってみて。ちょっとふざけようってなかった。男言うとは思わん。ちょっと謝らないかんよって。でも、本当に申し訳ございません。いや、あの後、はい、先日ありがとうございましたって言おうかなと思ったんですよ。はい、そしたら、はい、俺がこみちんって呼んだ時に、はい、40人だった。はい、入って答えた後に80人ぐらいになった。増えましたよね。言えねえと思って。もう言えねえと思って。とんでもない空気になったよね。そうですね。僕も滑った、一緒に滑らされたみたいな。なんか有名な YouTuber が80組よね。80組を何組ぐらいになっとったんですよ。ウームの本当そうそうたる面々が。僕二人滑り欲求で。いや僕完全に巻き込まれましたよ。しかもさ、言い方がさ、はい、こちんって。そう、最初でもキムさんの声だと思ったんですよ。いや、俺はもう、いや、バレてたんだ。さっき僕だって返事したじゃないですか。あ、はい、お疲れ様です、何ですかみたいな。そう言ったのに無視ですもんね。完全に無視。ほら言わんとって言うけど、人数増えた。これやべえやべえ。ちょっとほとんどの視聴者さんとか、視聴者さんには多分意味不明な会話だと思うんですけど、僕ウーム専属はやめたんですけど、サポーター受けてるんで、定期的にコンプラ研修みたいなのさせられてたんですけど、今回なんかオンラインでしたね、全員の。そうです。本当そうそうたる面々の中、名前だけ呼ばれて。宗男さんのアイコンがファーンってなった。ファーンってなって面白くない。全員ミュートにしてる中、僕もミュート外して、はいって返事したら、その後放置っていうね。はい、最悪な YouTuber 集団。はい、っていうね。めちゃいかん空気。その後みんなちゃんとコンプラを受けたということで。コンプラが一番なかったね、胸を。っていう感じですね。謎が解けました。謎でもね、やっぱり普通に胸尾さんが、はい、いや、指示出したのこっちですか。言うて思わんもんな。言うて思わんなって言うながら、はい、はよ。はい、というわけで今ね、前日の準備ということで、明日使う鉄板を置く枠台、もともとあるこっちのチャイドイヤーズが高さがね、ちょっと低めなので、腰ぐらいになるようにね、新しく作り直してるなうですね。
はい、でこちらでは今児玉さんが鉄板をピカピカにしてくれてます。ピカピカにしてます。ホルモンコミちゃん土台がね、完成して、あとはもう鉄板乗せるだけっていう感じなので、作られた映像は釣り岡のチャンネルで上がると思いますので、はいはい、お楽しみに、はい、キッチンカー明日稼働するんだね、うん、めちゃくちゃうまいからね、この唐揚げね、唐揚げ久々やね、これね、うん、食べるのこの味が多分唐揚げ業界の中で一番好きだと思う。楽しみだな。はい、で、作業終わって麻雀を小2時間2時間弱して、今からみんなでねご飯に焼き鳥ってね見てたんですけど、楽しみですね、美味しいご飯食べていきます。今緊急で動画を回してるんですけども、はい、夜ご飯をみんなで食べに行こうってね言ってる中で、渋滞にね今巻き込まれてまして、今ね、辻岡さんたちのみんなと生配信をね今されてるところで、今から向かうですか、はい、居酒屋、あ、なんか言っちゃダメですね、そうですね、今から向かうとある居酒屋に、はいはいはい、ありますよね。ホルモンが山ほど売れたんで、うわー、辻岡の皆さんに還元するっていう意味も込めて、はい、ぜひおごらせていただきたいと。あ、じゃあいいっすよ、どうぞどうぞ、はい、ありがとうございます。全然いいですよ。じゃんけんしましょう。はい、じゃんけんしましょう。ということで、陽来さんと男気じゃんけんで勝った方がおごる権利があるということなんで、はい、俺でもこれ、はい、俺負けたらめちゃくちゃ食います、ね、勝ちたい、頑張って勝ってよ、ここは勝ってよ、行きましょう。あ、そういうの。心理戦で。はい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 。いきますよ。はい、じゃあ行かせていただきます。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。勝った。勝った勝った。負けた。おごれる。よしみんな、また飯いっぱい食おうぜ。はい、やっとやっと恩返しが、恩返しがね、あ、はい、そう、それ以上に食いますか、はい、売り上げ以上に食おうぜっていう感じで、じゃあ今から楽しみたいと思います。イエーイ、じゃじゃん、はい、こちらのね川屋さんにやってきました。お疲れ様でした。美味しかったですね。美味しかった。じゃあ明日頑張りましょう。はい、はい、明けて2日目の朝ですね。昨日ね、釣り岡ハウスに戻ったのが11時過ぎぐらいで、釣り岡ハウスから、まあ、5分弱のところにね、いとこの家がありまして、今そこにね、今日は泊まりましたと。動画でね、何回も出てるあの画家すぎるいとことは、また別の動画に出たことのないあの癖の強いいとこっていうのがね、いまして、釣り岡ハウスからね、あのめちゃくちゃ近いので泊まらせてもらいました。朝ごはんもこんな感じのね、もうシンプルイズザベスト的なね、はい、朝ごはんでございましたね。やっぱね、こっちの地域はあの白味噌の味噌汁ね、美味しかったですね。まあそんなことより、皆さんがね、気になってるのがですね、男気じゃんけんでいくら払ったんだいというのをね、まだ言ってませんでしたので、最後それを報告して終わりたいと思います。昨日見事男気じゃんけんに勝ちまして、お支払いした金額が42,000円。8人でね飲み食いしたにしては非常に非常にリーズナブル、1人5000円ほどですか、あの本当みんな腹はち切れるぐらい飲んで食べてそのお値段だったんでね、はい、非常に良心的な居酒屋川屋さんですよね、はい、とても美味しいお店でした。で僕らもね非常にいい形で釣り岡のみんなにね還元できてよかったなという、そんなおとぎじゃんけんでした。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。